中日ドラゴンズ、大島宇一郎オーナー、11年のリーグ優勝以来、ドラゴンズは低迷が続いている。立浪監督は種をまき、芽が出始めたチームに、井上新監督の明るさで水をまく。チームの課題は強くなること。メンタル面でも強いチームに育ててくれるのではと期待しております、と語った。畑を荒らしただけじゃないですか？10年ずっと種まいてるんやが、あんた立浪と一緒に辞めるんじゃなかったの？これじゃあタッツがただの種まき係じゃん。砂漠に種まいてもねえ。育った作物は他の畑で大きくなってるもんな。バンド前のアスファルトに巻いてた模様。お花畑やな。再開からライデルと小笠原抜けるの絶望感あるな。選手の年齢層的に22年が勝負だったのにな。種をまき続ける謎の球団。いきなり小笠原とライデルがいなくなりそうなんですが。高橋宏斗がポスティングする前に再興できる余地はあるのかねえ。じゃあ補強はいらんよな。種まいて芽が出た頃に引っこ抜いて、また種まいてを繰り返してたよな。そういうの心情みたいに1年目でやることや。なお水はまかなかった模様。立浪先生の間引きのおかげで若手が育ってきてるんや。周平が咲かなかったのは致命的だったな。柿の種のピーナッツまいとっただけやぞ。土壌が腐ってるんや。投手陣やけの腹だろ。なお花が咲くのは他球団の模様。というかオーナーは責任取らんのか？植えてあった作物を引きちぎって、土から耕し始めて放置してるだけだろ。やっと野手が出てきた感はある。もういいじゃん強くなろうとか考えるなよ。趣味ドラなんだから。与田の種焼き尽くしただけだろ。強いチームを作っていくにはいわゆる箸休めも必要なんやで。立浪ほどのレジェンドに種まきさせて放り出したんかこのチーム、のミスタードラゴンズに対する扱いひどすぎるやろ。